こんにちは、猫谷です。今日は網膜色素変性症で今とても辛いあなたへ、今すぐできること2つお話ししたいと思います。それはつまり7年前の私に向かって今日は話すつもりで話したいと思います。ちょっとうまく話せるか自信がないんですけど、聞いてください。そのまず2つっていうのは、そうですね、落ち込んでることに落ち込まないということと、もう一つは、誰かに話すということですね。まず7年前の辛かった頃の私、何が辛かったかというと、不安と恐怖、そして劣等感、そして自己嫌悪だったと思う。まず不安と恐怖っていうのは、その頃少しずつ、もう少しずつ、日に日にどんどん視力が落ちていって、病気が進行していって、もう字が見えなくなっていた時、もう、あ、このまま見えなくなっちゃうのかな、見えなくなったらどうしよう、どうやって生きていけばいいんだろう、という恐怖と不安ですね。不安と恐怖、それと劣等感、今まで当たり前にできていたことができなくなっていく、誰かに助けてもらわないと生きていけないこの先、という、自分は、劣っている、他の人と比べちゃうとか、昔の過去の自分と比べちゃう、で劣等感、もう自分は価値のない人間のような気がして、辛かったですね。そして、そして自己嫌悪ですね。実はこれが一番辛かったような気がします、今思うと。それは同じ視覚障害者の、例えば全盲の方とか、見えなくなっていくことがすごく怖い、見えなくなったらどうしようっていう怖い。でも全盲の方の知り合いとかね、いて、すごくね、皆さん明るく楽しく前向きに生きてらっしゃるんですね。でそんな方を見てると、すごく勇気をもらえる、勇気をもらえる反面、ああ私はなんでそうなれないんだろうっていう自己嫌悪ですね。私はダメだな。でその時すごく嫌いな言葉があって、明けない夜はない、止まない雨はない、コップに水が半分入ってたら、あ、半分しか入ってないって思うんじゃなくて、半分も入ってるって思うようにするとかね、そういうポジティブシンキングみたいなの、で私はその時ね、まだね、まあ、視力が落ちていってるとはいえ、まだ見えてる状態も今もなわけですよね。だから、あ、コップに水が半分しか入ってないじゃなくて、まだ見えてる、って思わなきゃダメなんだって、とか、例えば他にいろんな病気とかね、障害抱えてらっしゃる、いろんな世の中にはもう本当に体がね動かない方とかのこととかを思い、私はでも体が動くじゃないって、命に関わる病気じゃないんだしって、元気にならなきゃ、明るくならなきゃって必死に思ってました。で、なれない、そうできない自分に、がまたさらに落ち込むんですね。ああダメだなって、私ダメだなって思ってたんですけど、それはね、なんていうの、それでいいんだよって、それが当たり前というかね、普通、きっと誰もが、ほとんどの人が、通る道で、今すごく明るく元気にされてる方でもそういう道を通ってきたし、だからその落ち込んでることに落ち込まないようにってことが言いたいです。とはいえ、いやいや私は一生このままのような気がするって思うかもしれない。私もそう思ってました。いや私はもうね、一生このままの、もう立ち上がれない、でとりあえずやっぱ子供もいたから、子供は、育て上げなきゃいけないと思って必死に、頑張ってたんだけど、生きてたんだけどね、もうなんか生きてるのがすごく辛かったんですね。で今思えばね、子供がいてくれたおかげだなって思うんですけど、大丈夫、ちゃんと本当に元気になれる日が来ます。
自分を信じてください。自分を信じるって書いて自信と読むんですよね。ちょっと臭いですけど、大丈夫だから、本当に私が言うんだから間違いないです。で、そして私は1年くらい辛くて、本当にね、1年間長いですよね。で、まあ、いろんなことがあってね、ちょっと立ち上がれるようになったんですけど、でその頃の自分に言ってあげたいこと、もう一つ、それは、誰かに話してください。私はやっぱり、まあ、誰かに話したところで解決する問題でもないしね、こんなことを言っても、迷惑思いって思われる、聞かされた方の負担になっちゃう、って思って、誰にも言えなかったですね。で、もう一人で抱え込んでると、なんていうかな、濃縮されていくんですね、その気持ちが、私の感覚なんですけどね。例えば砂糖水だったら、もうなんかどんどんその水が蒸発していって、濃い砂糖水になって、どんどん辛くなっていく。でそれを誰かに話すことによって、解決はしないけど、もう本当にすごくね、気持ちがね、軽くなるんですよね。なんか荷物を下ろすみたいな。でその砂糖水の、砂糖の部分が出ていくから、薄い砂糖水になる。本当にね、これは騙されたと思って、誰か信頼できる方にとか、もうなんならね、なんかカウンセリングとか、よくわかんないけど、なんか電話相談とか、何でもいいから、自分の中に溜め込まずに、誰かに話してほしいなって思います。それか、私のこのコメント欄でもいいので、とにかく気持ちをね、吐き出してください。私文字入力がうまくできないので、音声入力に頼り切ってるので、上手にお返事できないと思いますが、待ってます。それと、まあ、いろんな便利な、見えなくなっても見えにくくなっても、いろいろ便利な、機能とかアプリとか、そういうのも動画にしてるので、よかったら見てください。医学はどんどん進歩していっています。決して希望を、もう一つ希望を持つことですね。私が最近よく見てるのは、眼科医の平松先生の YouTube チャンネル、それとメンタル面では精神科医な樺沢志音先生の樺チャンネル、 YouTube チャンネルとか、ご本読んだりしています。はい、私自身まだまだ、この先どうなるのか、実は不安と恐怖を抱えてます。受け入れられてないし、私も、まだまだ不安な日々を送ってます。一緒に、頑張りましょう。では、皆さんが今日も一日ご機嫌に過ごせますように。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。バイバイ。